こんにちは、ライム。はい、ということで、今回 SB++ キングダムハーツ3エンシッド、こちらの性能解説いきたいと思います。はい、これあれだね、今気づいたけど、なんかあのバナーの後ろにミステリアスタワーが映ってるね。はい、不思議な塔ね。なんだろう、メダルにはないけど珍しいね。あのメダルにない景色が載ってるバナー、なかなか珍しい気がする。はい、まあそんな感じで、ついにね、あのアタッカーとしてイエンシッドが出るのは初めてのことですね。今までというか、このゲーム基本的にですね、割となんか、まあ、唯一あの原作に忠実というかっていうところで、ディズニー系のキャラクター、原作であの直接バトルに参加しないサポート系のキャラクターっていうのは、大体このゲームにおいても、バフメダルだったりデバフメダルだったり、そういうサポート系の、ね、HP 回復とかそういう系の、まあ、役割って感じの、メダルが多いんですけど、てか大体そうなんだけど、今までもね、まあ、カイリとかシオンも初期の状態では基本バフデバフメダルだったんだけど、キングダムハーツ3とかでね、まあ、シオンはあの元々の13期間でもキーブレード持って普通に戦ってたので、攻撃性能持ったメダルで出ていましたが、カイリとかについては、3かな、ま、本当に戦い出したのは3だと思うんですけど、3になってからなんだよね、そのアタッカーとして出始めたのは。そこはね、なんか忠実なんだよね、野村さんの意向なのかわからないけど、うん。でイエンシッドついに来たのは、まあ、キングダムハーツ3やった方ならわかると思いますが、あのね、最後ね、終盤でイエンシッドが、まあ、あの、ハートレス軍団に、あの、空たちが囲まれた時に助けに来たじゃないですか。で、なんか、なんだ、光の障壁みたいので、まあ、ハートレスたちを、まあ、どけたというか、退けたというか、っていうところで、いや、イエンシッドついに戦い始めたぞ、みたいな。イエンシッドがついに、みたいな。感じだったんで、まあ、ようやくキングダムハーツ3になってから、まあ、イエンシッドも、まあ、戦う場面が来たぞというところで、今回ついにアタッカーとしてメダルが実装という流れですね。はい、まあ、これは良かったのかな。まあ、今までイエンシッドっていうと進化用メダルで、まあ、今もうもはやほぼ使ってない進化メダルなので、ギルト、あれなんだっけ、ギルトっていうか、まあ、星3、4ぐらいのメダルだったよね、確かイエンシッド。うん、なんで長らく放置されていた、まあ、キャラクターではあったんで、ユニクロに関してはね。はい、あれが今回ね、まあ最新鋭の性能でやってきたことっていうのは、まあまあイエンシッドファンがいるかは謎だけど正直謎だけど、イエンシッド、私、僕イエンシッド大好きなんだぜみたいな人聞いたことないけど、もしかしたらね、まあね、世界広いんで、イエンシッドをこよなく愛してる人がいてもおかしくないと思うので、そのね、イエンシッドファンからすると嬉しいかもしれないね、これは。いるか、マジでわかんないけど。まあでもいるか。いるとは思う。少なからずはいると思うけどね。はい。まあそんな感じで、性能解説いきたいと思います。珍しく、だいぶここまで長かったな。はい、前振りがね、前振りがだいぶ長かったけど、で、開催期間については1月17日から1月27日までというふうになってます。まあ、いつも通りかな、期間は。うん、で、ガチャの内容については、最近これ多いんだけど、あのプレミアムドローみたいなのがなくなったね。収課金してると、あのまあ普通の収穫権してない人と比べると、まあ、メダルの確率が高くなるよとか、そういうのはなくて、ね、収穫権してもしてなくても、まあ、同じガチャが引けますよという内容になってます。で、今回これ嬉しいのが、まあ、確定ストッパーが、5回天井になっていますと。5回目でイエンシッド必ず出るよという仕様なので、まあ、この間ね、10回天井のセフィロスとかと比べるとだいぶ優しいのかなという感じがあって、まあ、無課金の方とかも、まあ、引きやすいガチャになってるのかなっていう感じします。はい、まあ、これは普通にいいと思いますね。はい、で、
まあ、イエンシットについては SB プラプラメダルなので、まあ、この辺は他のメダルと一緒ですね。弱点特攻ついてて、チップデンの上限がプラス5000になりますよと、攻撃防御がね。はい。で、専用覚醒メダルについても、モーグリショップ、それからアバターボードなどでゲットすることもできますと。はい。で、まあ、いよいよ性能になっていくんですけど、まあ、こんな感じです。もう、今までのね、既存のユニクロプレイヤーの方だったら、まあ、一目瞭然ですね。一言で言うんだったら、もう、あの、空じゃねえな、キーアートナンバー22か。22と、ナンバー22と、まあ、同じ性能、色違いになってます。キーアートナンバー22、僕、ギリギリ最終日にガチャ動画アップしましたけど、あれがパワー属性のアップライトで、こちらがマジックのアップライトという風になっていて、まあ、完全な色違いですね。まあ、使いやすさで言えば、まあ、属性的な使いやすさで言えば、おそらくマジック属性の方が使いやすいかなという感じもするけど、まあ、今の環境で言うと、単色がね、一番キーブレードで強い感じがあるので、正直、あんま変わんないかな。敵によって結局、今弱点倍率も上がったことによってですね、敵によって属性をちゃんと切り替えた方がいいかなっていう感じがあるので、まあ、どちらが強いとかっていうこともないかな。あんまり昔と比べてですね、その、メダルの枠、入る枠が少ないとか、そういうこともないんだよね。っていうのも3色とか2色のね、キーブレード自体を使うことがないので、今。ほぼ。少なくとも僕は全く使ってない。単色しか使ってないので、まあ中にはね、バッドガイブレイカーとかで使ってる方とかね、まあ、全然いたりはもちろんしますが、少なくとも僕は全然使ってないし、まあ手持ちによってはね、バッドガイブレイカーとかの方が使いやすいって方ももちろんいると思うので、まあ人それぞれかなと思うし、もちろんバッドガイブレイカーにもこれイエンシット入るしね、入るし、ナンバー22、もう同時にね、併用して使うってことも全然可能になってるので、うん。で、このイエンシットが出たことによってですね、3属性揃ったのか、ギルト9以上の、全属性有利のメダルが。まあ今の環境でいくと、ソラアルティメットホームがだいぶ、まあ一回りも二回りも弱い性能にはなってるもののですね、まあイエンシットと、ナンバー22、それからアルティメットホームを組み合わせることによって、まあ3色キーブレードでも、まあ僕のパテメン、元パテメンか。どっちでもいいけど。のね、某パテメンがバッドガイブレイカーでね、すべてのメダル、すべてのメダル全属性優位作りましたとか言ってましたけど、うん。まあそういったことも可能になるという感じですね。まあその場合だと超汎用性メダル、すべてのクエスト、すべてのレイドに突入できるという性能になってるんで、まあ、汎用性はものすごく高いですね。で、まあ、息も長いでしょうね、きっとね。ソラアルティメットホームがだいぶ長かったこともあって、まあ、ナンバー22とね、イエンシットに関しても、まあ、腐りにくい性能にはなるんじゃないかなという感じはしますね。はい。で、改めてですけど、まあ、性能のおさらいというところで、こちらの性能をお話もしますが、攻撃力が4390、はい、最近の、ギルト10の、メダルの水準としてはいいね、そのまんまですね。セフィロスだけ強いんだけど、はい、それ以外のギルト10は全て4万台になっていると。で、全体攻撃1ターンの間全メダルの攻撃力がプラス2500、自分に対して光バフ、攻撃バフ、全属性攻撃バフは15段階、ギルトバフ 200%、 自分の HP が高いほど技の威力がアップ、全ての属性に対して有利、6連続アタックで消費ゲージが1で、ギルト10最低倍率が 68.71 で、最大倍率が 78.12。 これまあいつも言ってますが、 HP がね高いほどっていう条件に関しては割と出やすい条件なので、例えば、レイドとかで言うと、まあ、基本、まあ、ワンターンキルだったりするっていう場合は、まあ、当然 HP 高いし、で、なんだろう、カウンターとかもないので、毒とかそういうのもないので、基本的には、戦闘にナミネだったり、カイリを入れてる場合だったら、HP 満タンの状態で戦うと思うので、基本、ほぼ、すべての、場面において、最大倍率が出ると思っててもいいですね。
まあ、あの特別会議とかあのナミネとか使わない編成の方の場合だとちょっとあの最大倍率が出ない場合はあるけど、基本的には大体の方はカイリかシオン、まあカイリシオン、うーんとナミネか、その辺のメダルを、まあ、先頭に置いていると思うので、基本的には SP マックスの状態で殴ると思います。はい。でスーパーバーストに関しては、まあ、SB プラプラなら弱点特攻ついてて、かつ、3回の間全メダルの攻撃力がプラス、まあ、約1万全メダル1万と、で1ターンの間敵に対しての光防御デバフ、防御デバフ、全属性防御デバフが15段階で、ギルド 300% で倍率が240倍というふうになってます。まあナンバー22の性能解説と、まあ、ほぼ一緒なんだけど、同じこと繰り返すだけなんだけど、この3回ってところがちょっとね、スーパーバーストに関してはネックかなっていうところはあるんだけど、やっぱ1万上がるって相当でかいので、これ僕の攻略動画、何で使ったんだっけな、直近の攻略動画、直近の攻略動画でナンバー22、あ、あれだ、ヴィランズ討伐戦の時かな。のマルフィセントとかの時に、ナンバー22使ったんで、それを確認してもらえると、まあ、性能一緒なんで、イエンシッドの強さも大体わかるかなっていう感じがするんだけど、かなり活躍してたよね、あの動画で、ナンバー22。うん。で、このスーパーバーストの攻撃力プラス1万に関しても、活躍してるのがわかる動画になってるので、イエンシッドちょっと悩んでる方は、ちょっとそちらのね、ヴィランズ討伐戦の動画を見てもらえると多分分かると思う。で欲しくなると思う。その動画内でも言ったけど、もうあの動画見るとみんな欲しくなると思うね。やっぱ汎用性高いし普通に強いんだよね。やっぱり全メダル攻撃プラス2500ついてるから、うん、これが例えば、敵のねカウンターとか、反射で、まあ、僕が自分が自害して次のターンに生かすっていう場面でもリバースでもアップライトでも関係なく全てのメダルに2500乗ってくるんで、まあ強いよねこれは普通に。で全属性有利ってところもあって、まあ汎用性が非常に高い。全てのクエスト、まあアルティメットホームとかよく使ってる方はもう今更言うまでもないことでしょうけど、全ての、ハートレス、全てのクエストに対しても弱点が取れるっていうところがあるし、そうだね。でまあ、特に使いやすい、まあ、最近の環境で言うと、まあ、レイドかな、まあ、全てのこの全属性有利っていうもの自体がね、昔からそのレイドでかなり使いやすいねっていうところがあって、レイドも毎週毎週違う色で来るん で特に無課金とか美課金の方だとなかなかね、その全属性のレイド用メダル揃えるのってなかなか難しいと思うので、そういったところに、まあ、このイエンシッドとかナンバー22みたいな全属性有利のメダルを、レイド 200% で作ってあげると、まあ、全てのレイド1枚で賄えてしまうので、そうわざわざ作り属性ごとに作る必要がないってところがね、すごくコスパがいい。うん、普通にコスパ考えてやっぱ強いよね。まあ、もちろんそのレイドのね、上位の方だったりはその最新のメダル、例えばセフィロスとかレイド 200% 作ったりとかね、そういうのはしてますが、まあなんだろう、そこそこっていうか、そこそこって言ったらあれだけど、まあ、全然その全属性有利のメダルだけでも全然上位を狙えると思うんですけどね、狙えるけど、まあ今後どんどんレイドの HP は上がってくんで、そうなってくるとだんだんね、火力的には物足りないって感じる時も出てくるかもしれないけど、まあ汎用性としてはやっぱピカイチなので、僕もねなんだかんだアルティメットホームのレイド用とか作ったりとか、あとアンジェリックアンバーとか作りましたけど、ずっと使ってるもんねまあ単純にやっぱコスパがいいんだよ本当に。わざわざそのレイド 200% 作るのと結構大変だからね、覚醒何回もしないと、何十回もしないとならないから、うん、そういう意味でも、まあ、モーグルショップで買うにしてもね、1000ジュエルでも5個つけたら5000ジュエルだから、結構やっぱ高いんだよね、レイドを 200% 作るのって結構大変ってところで、やっぱこの全属性有利ってところに甘えられる
っていうところが一番大きいのかなというところがあります。なのでまあレイド頑張りたい方はね、まだ全然持ってないですみたいな、持ってても 2枚とかまあ3枚とかそのぐらいでまだ全然メダルが足らないですっていう方だったら、イエンシッドのねレイド200パー作ってみるのも全然いいかなと思います。で、青のアップライトなんで入るキーブレードも結構多いしね、うん、2色でも3色でも、もちろんまあ単色だったら、ファンタジーノーズとかでもいいしってところで、結構使い道は多いと思うので、はい、イエンシッドでレイド作るのは全然ありかなと思いますね、僕は。はい。で、通常のクエストにおいてもですね、今現状で、まあ、トップクラスの水準にはなってるんで、まあ、ちょっとアビバイ率が、まあ、若干ですけど、若干ね、セフィロスとかと比較すると若干低いけど、向こうはだいたい80倍超えてるの、80倍ちょいな高いので、まあ、それでもこの性能で考えれば随分十分かなと思いますね。はい。といったところで、まあ、ちょっと高難度で使う用とレイドで使う用だと覚醒も変わってくるんで、まあ、この辺は皆さんの、まあ、考え方次第ですけどね。とりあえずそんな感じです。イエンシートは全然引いても後悔はしないと思いますね。はい。ただし、あ、ごめん、これ最初に言うべきだったな。ただし、来週ね、もう皆さんこのユニクロやってる方だったらほぼもう分かりきってると思うんですけど、来週の木曜日23日、キングダムハーツ3のリマインドの発売日なんですよ。リマインドが発売されるので、でその日が木曜日でしょ、でその次の日が金曜なんですよ。ってことはガチャが来るんですよ。でじゃあ何のガチャ来るのって言ったら、もうまあ僕が運営なら間違いなくリマインドにリマインド系のメダル出すよねっていう、リマインド発売記念メダル絶対出すよねというところがあるので、まあ出るでしょう、リマインド記念メダルっていうところで、ここはね、まだ特別超焦ってなければ、別に今すぐイエンシッドが欲しいってわけじゃなければ、23日待ってもいいと思うね。23日のまあ告知、リマインド記念メダルおそらく出てくると思うので、それ待ってもいいかなと思います。でキングダムハーツ3でまだ出てなくて、でかつリマインドで初めて出るキャラっていうと、まあすでにトレーラーとかで公開されてるあれだよね、 FF 組だよね、 FF キャラの、スコール、ユフィ、エアリスかが多分出るんじゃないかなって思う。キングダムハーツ3エアリスとかね、おそらく、まあわかんない、ギルトあれかな、エネミードローみたいに、なんだろう、スコールがギルト10でユフィとエアリスがギルト9みたいな感じかもしれないし、まあ何とも言えないけど、うん、1枚ずつ出てくるパターンもあるしね、まあ何とも言えませんが、まあそんな感じなので、まだ慌てなくてもいい、とりあえずリマインド待とうぜっていうところがある。うん、まあ24日に仮にリマインドのメダルが出なかったとしても、まあ近い将来必ずリマインド系のメダルが出ると思うので、うん、でワンチャンリマインドの裏ボスでセフィロスが出たら、そのうちキングダムハーツ3セフィロスも出るからね。うん、まあ今まで出たのはほらディシディアのセフィロスだから、ディシディアのセフィロスとキングダムハーツのセフィロスはまた別物だからね、似て非なるものだから。そう、ディシディアはまあ逆輸入版かな、逆輸入版のセフィロスだから、はい、まあ、そんな感じだと、はい、まだ慌てる必要はないですよといった感じです。ああといったところでため息ついちゃった普通に18分喋り通したからさ、息継ぎ全然できなかったまあそんなわけで、今回のね解説動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。